本日も動画の撮影をさせていただきたいと思いますぜひ最後までお付き合いくださいえー、コロナ体のお腸に最高の処方箋は僕はプロレスだと思っておりますので、えー、今ですねとてもプロレスを見るには最高のタイミングだと思ってるんですよそ新,日本新日もあり、えー、スターダムもあり DD それレッスン・ユニバースで見た DDT、えー、ノアだったりとか東京女子だったりとか、えー、いろんなガンプロもそうだし道の子もそうだし仙台もあるしっていうのが見れるんで、まあ、ゼロアンもですね今ね。 プロレスを見るっていうの最高のタイミングですし、えー、プロレスラーからしか感じることのない、できない熱とか勇気とか元気とか気力ってあると思うんで,で、ぜひね、いろんな人があープロレスを見る習慣を身につけてほしいなというふうに思っております。今日はですね、えー、新日本プロレスでございます、えー。2月24日に行われたこの札幌2連戦ですよね、えー、ニュービギニングですかね、あのー、シリーズの最終戦ですね。でまあ、今日がが岡田選手が まあラス,ト、まあ、ラストって結局他の団体に入って他の団体から帰ってくるかこともあるからラストってのはおかしいっちゃおかしいんですけどねやっぱね岡田岡田選手ってこう17年あーなんか僕の中で生え抜きのイメージがあったんですけど登竜門なんですよね,それねやっぱ岡田選手17年間ずーっとトップでしたからね。で岡田選手が言ってたんですけどこの自分がいなくなって まあその椅子に誰かが座れるってわけじゃないし、まあ、ずっとその椅子が黒いのな、な可能性もあったりするけど、でもそれって一人じゃなくてもいいよみたいなこと言ってたんですよ。だから今回では例えば空いた席に上村選手と辻選手の二人でこう座るとか、そういうことは高木選手、太一選手だったりとか、ジュニアでやったら今回の同期選手、広武選手だったりとか、内藤選手。 カナダ選手だったりとか、こういろんなこのこ、のところがあるんで、一人で座ってもらうっていうのが一番いいと思うんですよ。そこが、まあ一人じゃないし、二人、三人、四人とかそういうのも一つの考え方なのかなと思ったりする。んですそのエースっていうの,の中で、三人、四人ってその中で誰が突き抜けるかなっていうのも一つの考えかなと思うんですよね。で、今回のこの今一番大きいとかその岡田選手のラストってとこと、ジャストファイブガイズと。 ロスインののこの構想ですねうん1対1の勝負5対5があってまあそのブッシュ選手タカ選手とかまあいる同期選手高城夢選手高木選手大地選手、えー、辻選手上村選手内藤選手真田選手だったんですけどまあねこのブッシュ選手タカ選手が1試合目だったんです最初の構想の時でブッシュ選手が膝固めああどこにはジャジャメっていうんですかメキシカントレッチみたいな。 だからもっとブッシュ選手はなんかいつもロスイン後の中でなんか負け役みたいなイメ,イ,イメージがあるんですよ。そのそうベスト・オブ・スーパージュニアで輝いてあとはこの、まあ、ヘビーとジュニアが混ざってるから、まあ、負けっていうのがあるんですけど今日みたいな高見道の選手に勝ったみたいな膝固めみたいなああいうのとかがあったりするとあとは MX ですよねもっとなんかこうブッシュ選手は輝いてほしいなって思うんですよ。でこの2試合目 同期選手と広夢選手めちゃくちゃ意外でしたね同期選手のこの上がり方がすごいですね高橋宏夢に勝ちましたもんねでこれで同期がこの二段式ドラゴンみたいなあのスターダムの,の岩谷選手がするみたいな技だったと思うんですけどこれで同期選手が広夢選手に勝ちたんででデスペラードでこの間デスペラードとショーがありましたよねで今今回ヨうが なんかベルト持っていってっていうのがあってでそれでヒロムと同期が絡むから順で今で a t o が欠場してるんですけど今後12夜間どうなっていくんですかね今日ちょっと楽しみですよねずっとこのデスペヒロム構想だったと思うんでそれで w a が入ってきてそれで同期と翔翔が入ってきてるんでねどうなるんですかねちょっと見えなすぎて楽しみというかそういう意味では翔が取ったことには なんか面白みが出ますよ、ね、今ど,んどうなんのみたいなあのショーの取り方にもちょっと問題はあったと思うんですけどこう読めない筋がきでなると誰がどう絡んでいくのかなっていうのって結構楽しみなことの一つだと思うんでどう描くんですかね本当にあこの間ショー選手が KOP 取った時はそのヘビーの選手も絡めたっていうのがあったんですけどジュニアってとこだけに絞ってやるとどうなんですかね楽しみ。 でえー、3本目ですかね。で高木慎吾と太,太一正直高木慎吾対太一がメインイベントであった方が良かったのかなぐらいなあ試合あのー、すごいですね高木対太一はでこれで太一選手なんかこう YouTube アカウント削除マッチもあったんですよねそういう意味で言ったらこれね意地の張り合いというかこのスタミナがすごいやっぱプロレスラーって。 もうずーっと戦って特にシングルマッチはと途中で休むタイミングもないしで全然倒れないし意地張って技を受け続けるしあ相手の技を受けないで戦い打ってるだけでも大変なの相手の技も受けて自分の技も出してでそれで、まあ、途中で2人とも倒れてってあ,ったり,もありますけどやっぱこうプロレスラーって。 とんでもないススタタミナモンスターだなーってていうのを改めて感じましたねすごいだからこそ輝くし、まあ、無駄なことの詰め合わせだと思うんですよプロレスラーって。何でこのコスパとかタイパとか,なんかパンチとかよけりゃいいし、あのー、けけなんかこうパンチより蹴りの方が強いから蹴りに行けばいいじゃんとかそのラリアットをこう受けて返すとかめちゃくちゃ無駄な動きじゃないですかもう正直投げて腕ひしぎとか一発で決まるやつだけやればいいじゃん勝ちにこだわるんだらね。 ですけどそうずっと無駄じゃんみたいな打ち合うとかえはこのラリアット合戦とかあーだけどなんかそこの無駄なことに突き詰めていってでそれでもう20分も30分もしてお客さんは来させないだったりとかこうまさに意地とプライドしかかかってねえなーみたいな,なんかそこにやっぱ感動っていうのが生まれるのかなーっていうのを僕は思ってるんで、うん、すごい試合この高木対太一は。 で試合は太一選手がね、えー、勝ったんですけど、まあ、最近この高木選手がね今年はた年ドラゴンの年だからなんかもっともっとあの高木選手があー跳ねていくのかなと思ったんですけどこの太一高木ってなった時に高木選手がちょっと1個ね最近ちょっと元気がないというかあ落ちてきてる気がするんで、まあ、やっぱ高木選手の雰囲気っていうのは見たいですよね。 うん、IWGP に絡んだ時期もありましたしかもっと上にいってほしいだからそのエースっていうところですか岡田選手の次のエースっていうのは高木慎吾選手でも全然いいとは思うんですけども、ねまあ、ちろん太一選手もそうですけどで、えー、4番目が、えー、辻選手上村選手ですね、えー、ここが紙切りマッチで結局のところ僕はあの辻選手にしても上村選手にしても あの髪がなくなって坊主になろうが、まあ、この敗者髪切りマッチっていうのが、まあ、坊主ってことかじゃなくてあのた高木選手が言ってたんですかねあの負けたら高道の部屋みたいな,なんかそっちの方がちょっと僕面白かった気がするんですけど結局どっちもあの坊主にしてもあの髪を失っても結局かっこいいからなんかあんまイミネーションみたいな形で思ったんですけど辻選手が言っててやっぱ髪の毛って。 そのレスラーにとってこの象徴というかあアイデンティティみたいなことを言っててでなんか辻選手のこだわりって髪が長いけど結ばないじゃないですか何回か最初結んでた時があったんですけどこの結ばないでこう試合しますよねあれってすごくこうちゃんと髪の手入れをしてるからこそ結ばないでいいらしいんですよで上村選手は結びますよねでそれってこう 髪の手入れをしししっかかりしてないいらら結ぶらしいんですよ僕も髪が長い時があったんでもう結局髪が長いと後ろに結んでおきいいやみたいな感じで伸ばしてるとこう邪魔だからってのがあってもう簡単に結ぶんですけど、まあ、結構髪長い人も増えててでも確かにそう思ったら髪が長いけど清潔感あるなみたいな人ってやっぱちゃんとそこにお金をかけてて。 だからある種髪の毛が短い人より,もよりも髪の毛が長い人の方がお金が逆にかかるよみたいなところまでありますからね。で試合もねなんかこのクラシカルなところですか結構30分パッチで20分ぐらいでもう結構最後、まあ、20分でヘトヘトだった時にロックアップするとかなんかさあ今から開始だみたいななんかそこも。 あの新ししいところの境地なんでしょうね単純にバチバチでこうぶつ感情をぶつけ合うだけじゃなくてさあ今からもう一回こうロックアップするぞみたいなこうクラシカルなところで楽しませるみたいなこう一周回ってクラシカルに戻るみたいななんかレトロ曲いいよねみたいなそれを若い人がするとよりこう感じるよねみたいな。で岡田選手が言ってて この同期のロッックアップって違うらしいんですよ同期ってその選手の同期じゃなくて同じタイミングでデビューした人同士でのロックアップってなんかやっぱやってる人からやってる同士ってこの感じ方というかこいつに負けたくねえぞみたいなもうずっとこう何,何百回何千回って、えー、やってるわけですねロックアップを。なんかそこの感じ方がやっぱ違うらしくてやっぱそこはなんか見てて映像で見てても感じましたもんね。 うんで岡田選手が言っててこのやっぱこのヤングライオンから見てたからこのヤングライオンの選手がこうやって成長して見れるのは嬉しいなっていうのって最近ではそれが当たり前になってきてますけど確かにヤングライオンの時に光が当たるって少なかったんですよ僕が見出した時は真壁選手で棚橋選手鈴木健三選手だったんですよでヤングライオン。 若い選手がねそこにあんまり確かにこう目が向かなかったと思うんですよね。やっぱその時はスケだったりとか武藤長野だったんでまあそっちの方を見ててまあ若い選手出てるなーみたいなまあどうせ負けるんでしょみたいな感じで見てたんですよ。で凱旋してでそれ強くなってきたなーとかあるんですけど今のレスラーってだから今回ヤングライオンいますよね。でこの間中島選手と,とこう行きましたよね。 で帰ってきた時にとかがが当たる瞬間が早いとだ上村選手に辻選手も,もう若い早いうちからスポットライトが結構当たっててで帰ってきたタイミングでもうすぐ例えば辻選手だったら IWGP 挑戦とかで g 1クライマックスでこの若手だけでこう集めてでそれに清宮選手が入ってどうなるかみたいな。 ちょっと一つ前だったら、若い人たちがこう、上村辻ってのがあった時に、こんな大きい大会とかでのセミとかならなかったと思うんですよ。その1.4の東京ドーム大会でも、こうシングルで結構上のとこ。第一試合とか、下手し第の試合とかに当てられるようなとこだったんですけど、最近は、このめあの、光が当たるタイミングが早いから、おちょっと面白いよね、この二人か、みたいな。だから見に行く。だからこそ、興味関心があるから、だから、この、 セミファイナルにななるみたいなこの二人が戦うと面白いよねっていうのがもう分かってるからこうお客さん見に来るよねどうか分からんみたいなこの二人あんま知らないけどなんかこう動機でちょっとバチバチなんだよねぐらいじゃやっぱそのセミファイナルとかにならないメインとかにならないよねってことなんかそこが新しいんでしょうねで試合が まあ、下手し引き分けかなとか思ったんですけど、一瞬の好きですよね。上村選手が結構終盤で勘抜きしたりとか、まあ、辻選手のスピアを切り替えしたりしてて、ちょっとした油断があったんでしょうね。ちょっと校内ーー登ろうとかしたかって、ちょっと背中見せた瞬間に、振り返った瞬間にスピアで行かれたんで、ジーンブラストですか。あの、一瞬のね、好きっていうのはね、怖い。で、それで、えー、髪切りマッチ。こう、辻選手がガーって。 で、髪切ってこう持って、もらって。で、結構あれ、僕、自分でバリカンで坊主にしてるからわかるんですけど、めちゃめちゃいいバリカンですかね。普通、あの、いいバリカンだとこう、ぐーってこういかないですかいいバリカンだと。僕見たら安いのだと止まるんでね。止まるとぐーっていけて相当いいバリカン。で、結構、なかなかの恥ずかしいか。なんだったらあの髪型のままでいた方が屈辱だと思いますけど、なかなかの屈辱な、な髪型になってたんで。 まあコシュープロでどんなな形になってるのしょ、うん、正直、敗者髪切りマッチだからそのまま,ま下手にバルボードにするとかっこよくなっちゃうからそのままの髪型でい色みたいな感じだとちょっと、うん <laughs> まあ、ファンとしては悲しいかもしれないですけどでメインが内藤選手、真田選手だったんですけど正直、やっぱ。あのー サナダ選手は相当コンディション良かったと思いますよ。発信とか、力立ったりとか、そういうのっていろいろあると思うんですけど、やっぱただね、内藤選手のコンディションが、ここ最近、あんま良くないですよね。この間の、内藤対1.4の時もそうだし、今回のとこも、こう、ちょっとした、まあ、だからコンディションがね、サナダ選手は良くて、内藤選手はそこまでよく上がってきてないのかなっていうのがあって、だからレスリング内容としても、 んみたいな。は、まあ、太一,あ太一高木あって上村辻があってサーメイベントだとあ世界ヘビー級だと一番こう盛り上がるなってところで、まあ、こ,このコンディションのところでこうってなってこれが一番あの言ったら IWGP 世界ヘビー級の試合がこの日本のプロレスもっと世界のも含んでかもしれないですけど世界で一番面白い。 プロレスっていう風にならないといけないっていうところだと思うんですけど、じゃあこれが本当に世界一の、うん、今日は試合だったかっていうとこ、まあ、そのマイクとか、そのストーリーとかを合わせていくと、うん、もしかしたら世界一のとこになるかもしれないんですけど、試合の内容だけで見ると、まあ正直、うん、っていう形だから内藤選手ね、うん、まあ今度立ち上げ戦でショート内藤ですかがあるんで。 まあ、真田翔よりも内藤翔の方が確かにこう絡みとしては面白いなっていうふうに思うんですけど、やっぱそのレスリングっていうところで見たら、やっぱな、あのー、正直真田選手の方が、やっぱコンディションだったりとか、そういうのはあるんですけど、やっぱその発信力とか、そういうのでいくと、やっぱ内藤選手の方が世界ヘビー級チャンピオンにふさわしいのかなっていうふうには、ちょっと思っちゃったりはしてるんで。 うん、プロレスラーとしてそこが少しずつ時代が変わってきてるんでしょうね、うん、この選手とこの選手が戦うのがまあ絶戦も楽しみっていうのはあるしどんな試合展開になるかっていうのも楽しみだしとか特、まあ、にブランド力みたいなとかもあって、うん、コンディションを整えてリングの上で表現するだけではやっぱこう支持が集まらないというかあただ勝つだけじゃっていうところなのかなと思ってるんでね。 やっぱね熱い試合受かったですし、まあ、今,度の今度は旗揚げ戦だと思うんでどうなんですかねショート内藤 <laughs> でも,もベルト持ってるのうなんであまあもともとこの旗揚げ戦のところで IWGP のジュニアとヘビーの選手が戦うってヒロモ選手がジュニアとヘビーの垣根を越えるっていうのが入り口だったと思うんですけどそれでショート内藤みたいな。 ちょっとそこはね、読めないんでね、どんな展開になっていくのかっていうのはちょっと楽しみでございます。